なんとイベントの告知でございます。8月の31日の木曜日から9月の13日の水曜日まで、東京六本木の富士山にてマスタープランオフィシャルストアのポップアップストアを開催させていただきます。カシミヤ製品をはじめですね、私どもで厳選させていただいた商品をご試着いただいたりして試していただく機会を設けさせていただきました。ちょうどシーズンの切り替わりぐらいで、そろそろ秋冬物を見ようかなと思っていただいている方々、ぜひですね、そちらの店頭でいろいろ商品を手に取って袖に通していただければと思っております。今年の秋冬も素晴らしい商品を揃えられたと思ってますので、概要欄の方にですねお問い合わせ先載せておきますので、そちらの方をご覧ください。いつもご視聴ありがとうございます。進藤です。上品にカジュアルの着こなしをするためにどういったアイテムを選んだらいいのかっていうのは気になるところだと思うんですけれども、間違いのないアイテム選びっていうのを紹介しようと思いますので、最後までご覧ください。カジュアルに洋服を着るっていうことはお仕事でも必要になることが多いと思うんですけれども、態度アップしなくてもいいんじゃないかというようなお仕事をされている方が増えてきましたし、実際にカジュアルを推奨するような会社も増えてきたというようなことを目にしますので、どういうふうにカジュアルを着れば上品な着こなしが演出できるのかっていうことを説明しようと思ってます。どういうのかっていうと、ジャケット着るときに基本的に着るのって例えばノータイ、態度アップしないでジャケットを着るっていうパターンもありますし、ポロっていうのを着るパターンもあると思うんですけれども、じゃあ一番僕がこういうのがいいんじゃないかって気軽にさらっと着れるっていうことだったり、着こなしの幅を広げる着方だったり、合わせやすいっていうアイテムだったりっていうのをどうやって選ぶのかっていうのは気になる方は多いと思うんですよ。たくさんいろんなものを着て買って自分で失敗して洋服を楽しんできた私の経験を少しでも伝えるために、こういうことをやらせていただこうと思うんですけれども、一番はまず何を着たらいいか、もう一つはそれが何でいいか、じゃあそれの発展性はどうあるのかっていうところだと思うんですね。ジャケットを着るときにカジュアルに着るっていうことになって、秋冬っていうことになってくると、まず冬場になると寒い、防寒対策っていうのも出てくると思うんですよ。上質な雰囲気だったり上品に見えるものっていうのを選ばないとダメだと思うんですけれども、僕がですね実際に持ってはいるんですけれども、意外と苦手なのがですね、タートルネック。これが僕暑がりなんと首が圧迫される感じがあんまり好きでないので、そこまで自分で着用する機会っていうのがなくて、じゃあどういうアイテムが実際いいのっていう風になった時に、実は僕着たことなかったんですけど、モックネックっていうタイプのアイテムっていうのはジャケットの中に着るとすごくいいと思ってるんですよ。モックネック、タートルをジャケットに合わせていい理由っていうのが一つあって、それは T シャツにはない機能があるんですね。人間の首っていうのはご存知のように汗をかいたり皮脂がついていたりする。ジャケットを着るときにシャツを着るとシャツに首が当たる、そういうことでジャケットの襟にダイレクトに襟が当たらないっていうことは、ジャケットのここの襟裏の皮脂汚れがつきにくいっていうことになると思うんですよ。それを解決してくれるアイテムっていうのがタートルネックだったり、このモックネックって言われるもので、ハイネックというふうに言われる方もいらっしゃるかもしれないですけど、少しクルーネックよりも高いもの、この下に T シャツを着たりすることで1枚これを着てジャケットを着てやるだけで洗練された雰囲気のコーディネートになるし、許される方であればスーツの下に着ていただいたりしたとしても、このモックネックだったりタートルネックっていうのはいい。首が圧迫されないっていうことと、暑苦しくない。特に電車で移動されたりする方は、室内と屋外温度の切り替わりはあるけれども、電車に乗ったりすると暖房を引いてて結構暑かったりするとか、建物に行ったら建物暑かったりする、その場合タートルネックだと過剰でも、そのタートルネックみたいな安心感も欲しいっていうところで、今モックネックっていうのはタートルネックよりももしかしたら市民権が広がってるんじゃないかというところでですね、僕がもうずっと自分では着てなかったんですけど、いや、やっぱり機能とか考えたり着こなし考えたらモックネックってめっちゃええやんかっていうのを今更ながらに思いましてですね、昨年から展開していましたこちらクルーネックなんですけれども、33ゲージのエクストラファインメリノで作ったニットなんですけれども、これをですねモックネックでも展開することになりました。合わせやすい色っていうのは何ぞやっていうことになると、ブラック、ネイビー、あとはグレーというこの3色が僕は一番こうコーディネートしやすいですし、カジュアルのブルゾンの中だったり、例えばライダースの中だったりっていうのに着ていただくにもぴったり合ってくる色だと思うんですね。で、展開する色で僕自分でいいなと思ってるのがブラック、定番であるこのネイビー、
でもう一つですね、今回はですね色を作ったのがありまして、これグレーでちょっと石のようなトーンのあるそういったグレーです。昨年クルーネックで私どもで展開していたグレーはもう少しライト気味の色、これはちょっとダークなグレーなんですけども、ミディアムぐらいの色になってます。メランジのグレーではなくてフラットなグレーなので、見た目は硬質な感じに見えますし、さらに洗練された雰囲気も出て、あんまりほっこりした雰囲気にならないっていうのがですね、このグレーのトーンの僕はいいところなのかなというふうに思ってます。モックネックっていうのはやっぱりジャケットの中に着たりするときにはすごくいいと思いますので、大人の方の着こなしには欠かせないものになってくるんじゃないかなと。もうすでになってるっていう方もいらっしゃると思いますけれども、ニットを選ぶときに必要なのは上質さであることと、デイリーに着れることっていうのはすごく大切なことだと思ってるんですよ。このニットですね、とにかく肌触りがいいっていうことで、エクストラファインメリノを使っていて適度なツヤもあり、さらにストレッチ感だったり着心地というのも非常にいいというですね、あのイタリアのニットをずっと僕も取り扱ってきて、多分高級ニットに関しては相当数取り扱ってたと思いますし、経験的には同業の中でも高級ニットに関わった年数っていうのはトップクラスに長いと思うんですね。で、今イタリア製のニットじゃなくて私ども日本製のニットを展開してるんですけども、これはなんで日本製なのかっていうと、品質的にはイタリアで作ったいいニットと言われるものと比較して劣ることはないというふうに思ってます。あとはプライスがすごく買いやすい値段になる。同じ値段のものを買うんであれば、せっかくであればお客様にいいものをお届けしたいという気持ちはありますし、実際にイタリアとか海外で作ったハイゲージのニットっていうのは4万とか、今もっと下手したら4万とか5万とかするいいニットっていうのが増えてきてると思うんですけれども、それぐらいのクオリティに近いか、同じと言っても差し支えがないぐらいのクオリティのもので、色がいいものがあれば、それを伝える方が私どもの使命に近づくんじゃないかということでですね、こういう日本製のニットを今展開してるんですね。もう一つカジュアルに着こなすときに使いやすいアイテムっていうのは、クルーネックのハイゲージニットっていうのは非常に使えると思うんですよ。ロングスリーブの T シャツよりもより洗練された雰囲気になると思いますし、デザイン的にも誰でも着こなしやすいデザインになってると思います。まあこれも先ほどのモックネックと一緒なんですけれども、クルーネックっていうのはジャケットを着るときにはできればシャツを着る方がいいんじゃないかなと思ってます。その理由はシャツの襟があることでダイレクトに首が当たることがない。シャツが当たるのでシャツを洗えば首の皮脂っていうのをカバーできますし、ジャケットが汚れにくくなるというので、クルーネックの場合は僕はシャツを着てそれで着用することをお勧めしてます。色は何がいいのかということになると、先ほどの話にもあったように黒、ネイビー、グレーというところに落ち着くと思うんですね。これは黒のニットがダメになったりへばってきたり、よく着るんであれば2枚目を購入してもいいと思いますし、ネイビーに関しても僕はそういうふうに思ってます。やっぱり、ね、ニットも着ているうちに消耗されていったりすることもありますし、当然毛玉が出ないことは、出にくいような作りにはなってますけれども、毛玉が出てちょっとみすぼらしい雰囲気になる可能性もありますから、そういった時は、まあ、新しいものとしてこう入れ替えるのも一つだと思ってますし、まあ、この黒のクルーネック、ネイビーのクルーネック、昨年も展開してて非常に人気あった、一番人気だったっていうのは実はこのグレーだったかもしれないですけど、このグレーのクルーネックっていうのがですね、非常にですね僕は着こなしやすい色っていうところで、このグレー自体もちょっとベージュのニュアンスを含んだようなグレーで、ベタのグレーと言われるやつなので非常にモダンな印象がする。それでいて合わせやすいグレーの特質は持っているっていうところで、こちらはちょっと温かみのあるグレーということでですね、まあ何に合わせてくれても非常に合いやすいというそういうグレーなんです。今シーズンから新しい色が加わります。クルーネックにはこのピエトラセレーナというこの色が新しく入るんですけれども、これは少し青みがかったグレーで、ダークグレーではなくてミディアムグレーの色になってます。青みがあって適度なグレーの明るさも持ってますし、決して明るすぎない暗すぎないというバランスのいい色になってます。相性自体もネイビー、ベージュ、ブラックというですね、
男の着やすい色、例えばブラウンだったりっていうことと合わせていただいても、デザインが非常にシンプルだゆえにですね、大体何と合わせても非常にしっくりいくっていう、そういう色のセレクションになってます。まずは僕はいろいろワードローブを広げるのであれば、ちゃんと計画を立てて合わせやすいものをいかに集めるかっていうことになってくると思いますので、まあ、こういった色のものを集めればいいんじゃないかなということでですね、この飲み屋の33ゲージクルーネックモックネックっていうのは僕は自信を持ってお勧めできるし、カジュアルな着こなしとしてもジャケットの着こなしには必要なもんじゃないかなというふうに思ってます。ニットを着るときインナー何着んねんっていう話なんですけども、飲み屋で僕ら展開させていただいてる WDF っていうですね、ウォーターダイヤモンドフィニッシュって、ダイヤモンドのブラシのようなもので、水の中で表面をビキモをさした T シャツがあるんですけれども、これはニットのインナーにするには非常に優れてるんですね。これ理由があって、薄い軽い、それでいて透けにくいっていう特性を持ってるんですけれども、私どもでやってるアンチスルー T シャツっていうのはいいんですけれども、生地が分厚いのでインナーにするにはあんまりふさわしくないんですよ。これなんかは外のニットを邪魔しないっていう意味ではインナーとして優れてて着心地もいいので、ぜひちょっとこういうのを選んだらいいんじゃないかなというふうに思ってます。最後にですね、どうやってケアするのって、基本はめっちゃ汚れたらクリーニングで、今度ニットの新しいケアグッズを展開するのを企画してますので、そちらを見ていただければいいんですけど、デイリーケアとしてはそちらのケアグッズと、あとは僕このやっぱりブラッシングなんですよね。ザ・ソウルのブラシに関しては持ち手、持ちやすさ、毛の長さ、全て計算したものを作ってますし、かっこいいということも考えまして、こうロシアンカーフが貼ってあったり、エレファントが貼ってあったり、ロシアンカーフのブラックが貼ってあったりっていうところでスタイリッシュ。どういうケアをするかっていうと、ニットに当ててグッとこうちょっと力を入れ気味に、ブラッシングしてやる。これはホコリを取るのではなくて、ブラシをかけることでニットの網目を整えてやるっていうことと、毛並みを整えてやるっていうことなんですね。毛玉というのは毛と毛が絡み合ってできるもの、ブラシをかけることによって櫛をかけることと一緒で毛玉がほどけれていきます。毛玉は取れば取るほどニットが薄くなります。当たり前のことですけども。ということでですね、ブラッシングということは非常に大切なこととなりますので、デイリーケアとしてこういったものを取り入れられるのが僕はいいんじゃないかなというふうに思ってます。ニットというのはですね、非常に素材が大切ですし、あとはオーソドックスなデザインと使いやすい色というのをですね、間違えずに選べば着こなしの核になってくれるものだと思いますので、皆さんもいいニットを選ばれてはいかがでしょうかと、そういうふうに思っております。皆さんご視聴ありがとうございました。参考になりましたらですね、ぜひ登録と高評価していただけましたら非常に嬉しいです。ありがとうございました。